はい、どうも、こんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、世界線が変わって、事故にあって、なんていうの？もうかなり状態の悪いクロエとね、出会って、なんか、今、侵入禁止の警告も 貼っいてろいろなあっい。たんだよ。あっ！空き部屋になってるわ。そうなんだよね。もうクロエがもうすごい弱っててさ。青い蝶、きっと偶然だよいね。や、偶然じゃない。多分これ幸運に導いてんだよ。青い蝶が。本来あるべき姿。あの頃はいつも一緒だったのに。もっと汚かったのにな、ここら辺ね。ここに化粧台があってさ。こうタンスもあって、うわー、ベッドねえし、ねえってか、あげられてるわ、ベッドが。まだこの現実に戸惑ってる。ね、俺も。みんなに苦しい思いをさせてる。私のせいだ。違う違う、それは違うよ。おじさんのこと、クロエに決めてもらうこともできたけど、そんなの残酷すぎる。ああ、おじさんを生かすか生かさないかってこと？でもまた3人一緒になれたんだよね。私にはこれを壊す権利なんてないよ。これマックスもめちゃくちゃ考えるよな。そうさ、その段ボールのところ写真ないの？写真。おじさんの兄弟のことはよく知らないな。事故や連絡してなくてすまないよ。今はソルトレイクシティで新しくオープンした駐車場管理の仕事をしていてとても忙しいんだ。最近は仕事のあるところにこっちから出向かなきゃいけないからな。もっとたくさん金を送りたかったんだがすまない。持ちも余裕があるわけじゃないんだ。来年の春には戻るからその時に会おう。クロイとジョイスにキスを送ってくれ。頑張るんだぞ、ビリー。いやー、変わってんな。靴、ブーツでどかどか歩くのが好きだったっけ。おもちゃ、中に何が入ってるか見てみたい。ピクチャーがない、ピクチャー。歩行器、クロエがまた歩けることを願って買ったんうだ。わ、重てえ。俺、無理だわ。もう、この感じ。無理、無理。プレスコット財団の援助は無理だろうね。ああ、来るの緊急を調べてこそ。アート・ウィリアム・ガドレが頑張ってるか。もう、心苦しい。クラッシャー。ドロシーおばさん誰？おばさんか。なんかねえの？写真ぐらいあったでしょ。これ絶対注射渡さない方がいいって。絶対渡さない方がいい。一応お父さんに話してみようか。絶対渡さない方がいいからな。あ、安楽だよ、安楽。もう一つ仕事を増やすか。お父さん。やだー。もう絶対クロに良くないこと起こるって。渡すの、マックス。一応確認してた方がいいって、絶対。ありがとう。やっと楽になれる。めちゃくちゃ時間待でたせもてごめんね。失敗したら大変だよ。心配しなくても大丈夫。簡単だから。いやい痛やくいないやいや。し。痛い、分やめかってやめた。てやめて。でも何かあったらすぐおじさんたちを呼んでね。大丈夫。やめてやめてやめて。最近痛みが増してるんだけど、今日は調子がいい方だよ。クロエ。こうしてマックスと一緒に過ごせるだけで本当に幸せ。あ、ごめん、エモいしキモいよね。薬のせいかな。弱。キモくないよ。他にクロ必エ要なものあ弱。る？弱々ああ、しすぎるっさて。らにエモキモで悪いんだけどさ、そこにアルバムがあるから見よてくし。れるかな。戻ろうぜ。子供の頃にマックスと一緒に撮った写真が見たいの。マックス頑張れ。チ大ャンス丈だ夫。ぞ。エモさなら私の日記に勝てないから。そ勝れてる、にマックス。クロエと一緒に写真を見るなんて断れるわけないじゃん。マックス、まだ能力残ってるか、お前。クロエ専用のアルバム。事故の前の写真使おう。ちょっとハッピーな世界線見たいわ。ちょっと重すぎるわ。
最近は重すぎる。本当に重い。笑顔が消えてるもん、俺も今。これモルヒネ用の器具なんだ。痛いの辛そう。俺も元気なくなってきたもん。見える？バッチリ。俺見えない。こんなにちっちゃかったのね。俺見えないよ。お人形みたい。全然写真見えない。これは東大に行った日だね。パパにめちゃくちゃ怒られたよね。反省しなさいって。あったあった。なんかなのにクロエ笑うんだもん。うちなら感動だよ。ん？ああ、ページめくる。全然写真見えないけど。これいい写真だね。海賊ごっこした時のが。結局町を乗っ取ることはできなかったね。マックスならできるよ。これあれか、事故前写真見つけんじゃないの。車もらった写真。懐かしい。パンケーキ作った時だ。この写真大好き。あれ戻った写真あったじゃん。パパがこれを撮った日からまだたったの5年か。待ってね。私には昨日のことのよ。あの戻った時の写真あったじゃん。だったらいいのに。うん。これ写真もしかしてもう一度。え、その写真しか戻れないの？あのね、私は呼吸器系が弱ってて。クロエ、その回復の見込みはないの、うん、お医者さんが話してるのを聞いちゃったんだ。クロエ、私は死を先延ばしにしてるだけなんだよ、ね、やめてパパもママも私もこれ以上は苦しむだけ。私はそんなの嫌だ。え、何が言いたいの？自ら？私ね、またマックスと一緒になれて。ほらもう絶対そうじゃん。ほらもう安楽だって。安楽。街を二人で駆け回ってた。何でもできた子供の頃みたいな気分をもう一度味わいたかった。死ぬなっておい。今日その願いが叶ったよ。だからこれを最後の思い出にしたい。わかる？うん。でも点滴のメモリを11に。やめて。で、無理。これ無理だって。わかるけど、苦しいのわかる。いや、無理。無理だって。これできるやついないって、マジで。サイコパスとかじゃない。もうこれは、無理。わかる。確かに、病気で苦しんでて、何も自由にできない人っていうのは、まあ死にたいって気持ちもわかるよ。無理だって。俺の手でクロエとバイバイすることはできないよ。わからないって何？いやー、クロエごめん、無理だ。俺写真で戻るわ。ごめん。クロエ、できないよ。クロエが苦しむ姿は見たくないけど、私にはそんな権利ないよ。しかも絶対親に、私が許可して、絶対親に責められるし。おじさんが、そう、もうとっくにさよならは言ってある。でも望みを聞いてくれないの。いや、やめて。お願い。マックスやめて。クロエ、写真ビリってやって戻ろうぜ。ピンと合わせるから俺。何もしなくても私は死んでしまう。同じこと。クロエ弱いって。早めるだけ。どうせ行くなら幸せな気持ちで行きたい。まあ、もう苦しいもんな。苦しい。その助けをしてもらいたいの。やだ。もっと別の形で。クロエを助けてみせる。行ってくる。俺が行ってくるから。私を信じて。どうして？やっぱりマックスも私を見捨てるんだ。違う。クロエ、もう帰ってよ。来た瞬間から帰りたかったんでしょ。こういうとこは変わんないんだな。もう二度と顔を見せないで。私はもう二度と離れないって決めたんだ。え、でもさ、その写真に戻っても意味なくない？ねえ。ねえ。この写真に戻ってもさ。おじさんごめん。あ、おじさんを切るってこと？うわ。ピント合わせるのめちゃくちゃむずいんだよな。あ、あった。
なんでこの写真しか戻れないの？ちょっと不器用だな。さすがにそんなチートじゃないか。あ、合ってなかった。頑張って。そうだよね、だってこの写真しか戻れなかったらおじさん救うことできないもんね。最新のパソコンを買うんだ。フラッシュは平気だったかい？アルバム行きだな。そっか、この写真しか戻れないって結構酷だな。もしもし、ジョイス。え？そんなに荷物が多いなら車で迎えに行くよ。くそ、鍵はどこに？なんかチート能力ないの？罰金じゃなくて大学資金な。見た。発見！こんなところにいたのか。おじさん。あとワインの試飲会はダメだぞ。戻らないっていう決意？マックス。もう。ママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキは。おじさん。マックスはどうするかい？おじさん、もう戻れない、もう燃やしちゃったから。いや、でも俺は予想するよ。マックス絶対おかしい。もう会えないみたいな感じ。多分世界変わってると思うよ、俺は。クロエ、本当にごめんね。いや、俺は世界変わってると思う。なんとかしようと頑張ったんだけど、でもどうにもできない。ね。ごめん。クロエが苦しむ姿を見たくないもんな。元気出しなよ。私マックスがいてくれて本当に嬉しいよ。親にも友達にも恵まれて不満なんて全然ない。一生友達だよ。大人になってもずっと一緒にいようね。お願い。何があっても自分を強く持ってほしい。そうかそうかそうか、クロエの性格をね。私がクロエのそばにいなくても私はずっとクロエを見守ってるから。いつだって味方だから。いつだって。うわ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 、やめてやめて。あー、戻る。歴史が戻った。けそんな戻ったね、完全に戻ったね。これあー、そっか、この車があれだったもんね、事故の原因だったもんね。あ、事故の写真なんであるんだよ。あ、クロエとレイチェルか。あー、車椅子の思い出が、あー、あのシーンね。同じぐらいの時期なんだ、じゃあ。この車椅子との。どここれ？塞がれてない？塞がれてなかった今。え、なんかめっちゃ合ってない？あー、でもこれで戻ったのか。一応。あ、マックスの格好戻ってる。クロエ、よかった。あー、戻ってる。おい、なんだよ。あのキスはそういうんじゃないぞ。嬉しいの。クロエが元気そうで。俺の記憶がぐちゃぐちゃ。なんか気持ち悪いな。おかげで目が覚めたけど。俺の記憶がぐちゃぐちゃなんだけど。徹夜で探偵ごっこしてたせいで頭ぼーっとしてたからさ。一日でずっと行ったり来たりするから、もう俺一日でずっと撮ってるからさ。今日この話したよな、うん、私が寝てる間にまたなんかしたか。してないよ、私もぼーっとしてるだけ。どっち。いや、まあそうだな。いつも通りの風景に帰ってきたんだ。ボードを見て、これまでに分かった情報を整理しよう。あ、そっか、レイチェル調査だったな。いやー、でもまあ、クロエだ。こっちのが良かったのかもね。やっぱクロエが、あ、間違えた。クロエが、そうだね、結局お父さん亡くなっ
なくなってない世界線でもクロエは苦しんでたからね。スコット家を追求する記事なんて初めて。やった。何これ。アルカディアベース外に、いや長いな、いや。なんか生態系とか書いてあったわ。どんな名探偵でも手がかり全部は使わないよね。なんか徹夜はコーヒーを飲むいい口実だよね。あ、写真撮ろうぜ。なんかさ、この世界線あれだよね、盗撮に強いよね。みんなおじさんがクロエをどんなに愛してたか言えたらいいのに。あ、戻ってる。おしゃれなことすんな。メール増えてるし。何これ、何これ。ああこれか、 B マイナスなんだよ。俺が書くんです、 B マイナスだって。ああ見た見た見た、テストの結果。はいはい、誰回しって。ああ、お父さんか。あ、やっぱケイト救うんじゃないの今度は。軍の実験とかじゃない、まるであなたを中心に嵐が起きてるみたい。残念、また新しいの。ああ、俺、死なれちゃったのよ、植物。フランク・バワーズって知ってる。薬。マックス・ワックス、遊び探しいぜ。ジュリエット。ああ、フランク調査したんだ、メールで。はい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 。わあ、でもこっちの方が幸せかな。おじさんごめんなさい、二度も死ぬことになるなんて。ね、あの写真しか戻れないって複雑だよな。クロエまた見つかっちゃった。前は私も共犯者だったけど今は違う。この写真を撮ったのずっと昔のことみたい。ねえ、あれから何度力を使ったんだろう。ほんとそうだよ、戻って戻って戻ったよ。これを見るといつもおじさんとクロエのことを考える。ああ、シカスノードームか。クロエに銃を返すのやっぱり嫌だな。めちゃくちゃ世界線変わるじゃん。じゃあボード見ようか。いっぱいでも証拠取ったな、こうやって見ると。必要な情報が足りてない。やるべきことは3つある。結論早っ。まあそうだろうよ。まずフランクの手帳の解読、うん、それからネイさんの電話を手に入れてボルテックスクラブのパーティーの日にどこにいたか探る。あ、履歴ね。チャットのログも調べる。はいはいはい、はい、でクソ親父からフランクと姉さんと暗い部屋について聞き出す。銃もあるしな。しまっておいて、そんなもの使わないよ。クソ親父を殴って巻き戻せば。はいはい、わかりましたよ。この力は無駄遣いできないの。とにかく慎重に使わないと。あの金だって取っとけ、借金返せたのに。クロエ、私たちは泥棒じゃないんだよ。そうだよ、分かってる。それじゃあマックスはガレージを調べてくれ。私はネットで誰がどことつながってるか探ってみる。クソ親父に見つかんなよ。ママに見下り犯突きつけられて根に持ってるだろうから。任せといて。いや、またセーブが微妙だな。むやみに使うのは危険すぎる。過去をめちゃくちゃにするのはやめて。そうだよな、現実を乗り切らなきゃ。めちゃくちゃ変わってたもんな、過去が。あ、あの小鳥、ここから出られないんだ。まだ開けるよ。じゃあ鳥へ来いよ。はいよ鳥。ピヨピヨ鳴いてんじゃねえよ鳥。おい鳥、どこ行った鳥。あ、鳥。
出たでしょこれ。出ろよ。あ、消さないと。トリ開いてるよ。フライはしてこい、フライはしてこい。トリ。ほら、飛んでけ。オッケー。じゃあ C 見よ。じゃあ C 見よ。なんか変わってんのかな。まあ変わってはないか。世界戻ってきただけだもんな。中にデイビッドがいるかもしれないし、他を当たろう。ああ、そっかそっか。もうなんかクロエが事故ったっていう出来事がでかすぎてさ、前の世界線覚えてないんだけど、もはや覚えてないっていうか、なんか上書きされてる俺の記憶も。いるじゃん。は？お前の勝ちだ、マックス。俺の家庭を見事壊したな。満足か？何？待って。そんなつもりじゃなかったんです。ああ、そっかそっかそっか。ただクロエが傷つくのを見たくなくて。なんか3対1であれだったよね。手遅れさ、もう。あいつは危なっかしいから気をつけて。めちゃくちゃ悲しい顔してるじゃん、お前。流れに踏み込むなよ。え？そんなとこまで行っちゃったの？あー、てかあれか、あの3対1になった後、お父さんが責められて、じゃあこの家出ていくわみたいな話だったか。そういえばこれを見てる時のデイビッドは私とちっとも違わなかった。いや、まあそうだ、不器用だけで多分普通にいい人だもん。クルーと遊びたいって言うんじゃなければ、それか3人で行ってもいいぜ。なんかな。あ、テレビあるじゃん。かわいそうなクジラたち、一体何が起きてるの？結局クジラ死ぬんか。てかあれか、クジラがあれか。パリ旅行の貯金復活したんだね。めっちゃ考えさ。え、これどうなってんの、落書き。どうなってんの。おじさんのいないこの世界には私の蝶のスケッチもない。またタイムトラベラーの仕業ってわけ。深っ。あの竜巻の夢から全てが始まった。深っ。何このゲーム、深いんだけど。おばさんすごく怒ってたんだ。私誰かの役に立ってる？その写真くしゃってすんのはやばいよ。末期だよ。おばさんごめんって。めちゃクロエはまだ立ち直ってたけど、めちゃくちゃ関係悪くしたじゃん俺ら。俺らっていうか、まあ俺。なんか変わってる？なんか何もないか。まあ、鳥が亡くなってることだけが。まあいいや。よし。なんか開け方迫真だなお前。ガッと開けるな。来た。これで調査し終わったら、馬の修理終わったんだ。新しい手がかりが見つかるかも。ああ、どうしよう。ここで終わろうかな。うわー、どうしよう。これ終わったらイベント入るかな。セーブの。デイビッドはネイさんを何かで助けた？姉さんの父親はどう関わってるの？姉さんを助けていただき、うん、いやでもどっちにしたらデイビッドはそんなに悪いことしてないよ。多分普通に正義感的なんかしただけだと思うな。嘘でしょ。結婚式の思い出も片付けてる。離婚すんじゃん。悲しいな。またおじさんに会えて嬉しかった。今のクロエも会えたらいいのに。まあまあまあ、クロエは別にアンチマドセンだったからそんなにダメージないのかな。デイビッドにも人に見せない一面がある。この手紙最後まで書けばよかったのに。ジョイス、俺は自分のことや行動を説明するのが得意ではないことは君もよくわかってると思う。君ほど俺のことを理解してくれる人はいない。俺にとって何よりも優先すべきことは家族を守ることだ。君やクロエを傷つけるようなことは絶対にしない。監視カメラを設置したり、君たちを信用しなかったりしたのは確かに一線を越えた許されない行為だった。そのことについては反省しているし、自分を恥じている。
だがアルカディアベイで起きている異常事態のすべてを君に話していないことも確かだ。俺は君は俺の妻であり人生の相棒でもある。君との間に秘密はあるべきじゃない。すべてを話したかったが、その前に証拠を揃えたかったんだ。それなのに勤務中に生徒が自殺した。君は俺を追い出した。そして義理の娘は俺を憎んでる。どうか俺に。あ、じゃああの後に書いた手紙か。え、めちゃくちゃ家族の関係悪くなってんじゃん。重たいわ。署名に協力すればよかったかな。安全とプライバシーなんてもうどこにもないよ。議論したが、私としてはブラックエリアの警備体制を強化する方法に関するフィードバックには感謝してる。グラント先生も結構きついな。監視カメラがなくても停止は予測できたはずですよ。へえ、こういう人もいるんだ。やば、病んでんじゃん。学校で朝に起きたことはおかしいと思って人もいると伝えたくて筆を取りました。ああ、そういうね、そういうタイプね。窓先進者ね。その会話、ぜひ聞きたかったな。レイモンド。誰、レイモンド・ウェルズって。ウェルズ校長か。マップ？ファンエステートの防犯カメラ？きっとデイビッドは、プレスコット家とも関係が。あ、じゃあファンエステートに行くのかな、今回は。こちらし。デイビッドもこんなパーティーに行くのかな。ボルテックス調査じゃないの、侵入の。ロッカー、ロッカーめちゃくちゃあるな。すごい頑丈そうな錠前。デイビッド一体何を隠してるの。いやいや、それよりもロッカー多すぎない？そっちが気になるんだけど。え、暗証番号を探してる暇はないよ。錠前を壊す方法はないかな。これなんかランダムで当たんねえかな。何これ。ああ、青カケスの卵だ。板をどけたら写真が撮れるかな。いや、怖。この板、巣を守るにはいいけど写真を撮るには邪魔。気をつけろよ、マックス。ごめんね、1枚だけ撮らせてね。1枚だけね。オッケーオッケーオッケー、1枚よ、マックス。アルカディアベイ自然シリーズにもう一枚と。いや、なんか戻ったね、でもマックスも。ちょっと前の。ありがとう。ゆっくりおやすみ、たまごちゃん。よし。車なくなったからってそんななんかないけどな。なんか。え、なんもなくね。え、はあ、暗証番号が必要みたい。それとも壊せるかな。この錠前見たことある。うん、見たことあるか。え、ごめん、俺見たことないわ。ごめん。あ、戻れるようになったな。どっかで見たっけ。え、見たっけ。クロエがもう一つ盗んだか、デイビッドが持ち歩いてるか。いや、持ち歩いてるでしょう、さすがに。え、錠前見たことある。え、俺ないんだけど。この部屋もたくさんの出来事を見てきたんだね。あ、これデイビッド、ホテルに泊まるんだ。あー、予約したんだ。何これ、座るて。どうした、マックス。この世界と別世界、両方に私がいた。でも何が起きたのか全然わからない。た、ちょくちょく黄昏れちゃうな、座っちゃうと。え、錠前とかあったか。え、黒の部屋、あ、黒の部屋かな。ちょっとセーブしたいんだよな、頑張って。なんかもうちょっとで、あれ以上調べずにクロエのところには戻れないよ。え、え、あったっけ。
え、記憶な。あ、バール。よし、バールを使えばこじ開けられそう。バールあったんかい、ここに。ちょ、バールできるかな。そんな簡単なことある？申し訳ないけど、デイビッドでもこうしたでしょ。お、いいね。地図、メモ、位置情報に、ケイとネイさんの写真。あ、やった。これであれかな、次戻って部屋に戻って進むかな。やばやば和訳やば、えぐ。お、あー、あったね、このシーン。はいはいはい。他は？他大収穫、クロエのとこに戻ろう。そんなでもなくない？位置情報ぐらい。あ、そっか、でもネイさんがどこにいたか。クロエ、ねえ、まだ寮に戻らなきゃ。収穫はバッチリ。これで多分セーブするはず。秘密の発見したの、ケイトとネイさんとレイチェルの。あと場所を示す座標もあった。デイビッドは本気で何か調べてるみたい。ごめん、めちゃくちゃ長いかも、動画。大丈夫かな。よし、次は姉さんの部屋だな。慎重に行動しないと。よし、次は姉さんに目にもの見せてやろう。セーブするはず、さすがに。さすがに。いや、でもこれ車の中で話しそうだな。ごめん、時間長くなっちゃうかも。あ、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、ここならいいじゃん。終わるか。ごめん、じゃあここで一旦終わるわ。じゃあ唐突だけど、じゃあここで終わります。じゃあ、あざした。